先ほどの肉寄せから今度幅出し。幅出しをしながら生地の形を修正していってる感じでしょうかね。蒸しが上手ですね。喋ってますね。喋ってる。今 FM リベールさんの方でもそばの方のラジオが流れてますね。どうしてそばを蒸す棒を蒸し棒っていうんですけども2本使うかというと、そばすごく環境に弱いので広げっぱなしにしているとどんどん乾燥してしまうんですね。で、今日は雨が降ってるのでさほどではないとは思うんですけども、そばの生地にそばにストレスをかけないために2本使いで広げたまんまにしないように乾燥を避けるために2本使いでそばを蒸して生地を大きくしています。かけ3つ。今ね、これ撮影してるからね、途中でね、撮れないんです。1工程、流れを全部撮らないと今粉を振って、生地の半分に粉を打って、今度畳の工程に入ってます。今このそば打ちを行ってくれてるのは幌加内高校の2年生第2弾を持ってくれている稲毛くんだったかな。稲毛くんですね。このそば粉の打ち粉、そば粉じゃないですね、打ち粉の振り方もまんべんなく、基本は薄くで、その状況、そばの生地によって粉を大きく振ったり少なく振ったり、それも調整しながらですね。こちら1回、2回、3回、4回の8枚畳。どうもご覧ください。そば打ちの実演を行ってます。どうぞご覧ください。最後の見せ場、切りを行います。585番。
プレッシャーか。でこの、切り板ですね、手前に置いてある大きな板が切り板というんですけども、切り板の上の粉を打つのはしっかりあの粉を振ることによって包丁がそばの生地の下までしっかり切り抜いてくっつくこと、あのそばを切ってくっつくことをイカダって言うんですけども、イカダを防ぐためにも切り板に粉をしっかり振ること、そしてまたあの畳んだ生地にも粉を振ることによって包丁をちゃんとしっかり切り抜けるかどうかという形ですね。はい、どうぞ。食べる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 。こちらで温かいそば食べれますよ。いかがですか。新そばです。はい、いらっしゃい。かけそば2つ。はい、はい。588番。はい、ありがとうございます。はい、かけ2丁。はい、ここにね、591番そば打ちの実演を行います。こちらでお呼びしますので、番号はい、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 ちょっとお待ちください。